あいうえ、おーい。昔昔大昔、ホモサピエンスのご先祖様が最初の最初に喋った言葉は何だろうな。きっとあだ。あ、俺生きている。あ、いいな。次はきっとおーいだよ。みんなにそのことを言いたくて、おーい、おいでと手を振った。仲間はどうしたと思う？耳を澄ませて立ち上がり、ん？とかけてきた。きっとそうに違いない。昔昔大昔、ご先祖様のおしゃべりは、あ、で始まって、ん？で終わる。皆様こんにちは。こんにちは。朗読ボランティアグループ若早会です。私たちは視覚障害者の方、それから高齢者の方のために朗読サービスをしている団体です。ブーケ祭りにはプレブーケ祭りから数えて今年で10回目、毎年参加させていただいています。今年は工藤直子さんの会いたくてという詩集から、川上健一さんという方の書いたジャパンスマイルという短編集の中から少し、そしてデビッド・ルーカスさんのロボットと青い小鳥という絵本を朗読いたします。どうぞ最後までごゆっくりお聞きください。そして皆様のお手元にプログラムをお配りしましたが、一番最後にぜひ皆様ご一緒にまた会いたくてという詩を読みたいと思いますので、その時はぜひよろしくお願いいたします。好きなこと、ここにこうして座って、こんな首をしたり、あんなため息をついたり、泣くかと思えば笑ったり、何やってんだバカバカやつと自分の頭をこづいたり、とどのつまりはこれも好きでやっているのかと、そのせいでしょうか、私は不幸せも愛します。今日人長毛が匂い、箱辺の白い花が咲いていたりすると、なんだかよしよしとうなずいて、実に気合が入るのである。無二の金色の穂が揺れ、アリが荷物を担いで歩いていたりすると、なんだかうんうんとうなずいて、実に張り切っちまうのである。実にもう何か何でもよいから始めたくなるのである。そして太陽を見上げ、何はともあれともかくなんて、わけもなくつぶやいて、わけもなく安心するのである。会いたくて、誰かに会いたくて、何かに会いたくて生まれてきた、そんな気がするのだけれど、それが誰なのか何なのか、会えるのはいつなのか。息子の浮き、ゆらゆらと浮きが揺れている。小さな港の堤防の上、私と息子はじっと浮きに目を凝らしている。浮きは微風に揺れるだけで、一家な魚の気配はない。荷物を持って歩き始めた時、息子が言った。釣れるわけねえよ父ちゃんは。もう俺自分でできるから、父ちゃんは自分の釣りをしろよな。俺の浮きばっかり見てるからだぜ、釣れねえのは。私はハッとした。笑いがこみ上げてきた。そうか、そうだよな本当だな。父が子供だった私と釣りに行くと、釣れなかった理由がやっと分かった。父も私の浮きばかり見ていたに違いないのだ。人間の姉妹、うん、まあ気候が良くてのんびりできそうなところとか、俺も自然の中でできる仕事がしたいと常々思っていたしな。そしたらそこの島でちょうど漁師のなり手を探していて、それで一度家族で行ってみようということになったんだ。友人は嬉しそうな笑顔を見せた。友人は息子の喘息治療のために家族揃っての転地療養を決心し、転居を1週間後に控えて僕に別れを告げにやってきたのだった。
おかげさまで。そうですね、叱るってのは確かに難しいですね。旦那さんは会社でどう叱ってるか知りませんが、私は職人ですからね。ちょいと昔の話をしますよ。足が若い頃は、まあ怒鳴る殴るは当たり前の時代でした。口よりも手の早い方、親方や先輩もいっぱいいたもんですよ。親方のことを俺っちを磨いてくれる砥石だと思いましてね。今足が若い奴らに安いをかけたり砥石で研いでやったりする役目になりました。叱るときはそのことを肝に銘じているわけです。どうです、もう一杯。